この会議では、アセアやその周辺国をはじめ、アフリカや南アメリカからの予定食料など、参加するものと見られています。世界女性サミットのアイリーン・ナティリダート会長は、会は地域的に、また世界的に見ても、経済界に占める女性の割合、女性と経済改革というふうに紹介される今年の会社は、理想的な開催者、ここでは女性が選手として働く、将来のビジネスモデルや習わしを指導させており、国の GDP を高めるに対しての女性の役割を世界に反映していると述べています。一方、タイの元観光スポーツ大臣で、タイ側の実行委員会の委員長となる国産の若菜ワンさんは、タイの女性が農業、技術者、工業、銀行及び金融機、テクノロジー、観光、ホスピタリティ、会議やイベントなど、あらゆる分野の創造と発展に極めて重要な役割を果たしています。タイは注目すべき教育スタディーであり、世界中の女性リーダーとして見て、彼女らが持っている国の発展を支援することができる能力を発揮して、共に前進するよう促すことができるだろう。さらに重要なことは、タイの女性リーダーとして、